こんにちは、翔太です。今回はですね、新しく来た MR のブーティカ見ていこうかと思います。まずはですね、武器を見ていこうかなと思います。まず、MR 武器が体力レベル ×280、攻撃力 21%、会心値レベル ×300 と。で、UR 戦武器が体力レベル ×260、攻撃力 19%、会心値レベル ×280 というふうなものがついております。まあ、武器は、まあ、メインステータスはないので、まあ、ただ、会心値か、と体力値があるんで、まあ、比較的作った方がいい武器であることは間違いないかなというふうに思います。それではですね、メインのステータス見ていきましょうか。私まだ見てないんで非常に楽しみです。はい、それではですね、見ていきましょう。あ、なるほど。今回からですね、あ、ちょっと色変わったな。罪悪状態の色少し変わりましたね。で、まあ、まずパッシブを見ていきましょうか。パッシブ3ですね。見ていこうと思います。出陣時5ターンの間自身が復讐状態になって、会心率と会心ダメージが 5% から 10% かける復讐の残りターン数増加。なるほど。で、復讐の残り、受けるダメージが 5% か、5% から 10% か、復習の単数減少なので、復習状態中自身の残り HP が 50% より高い場合 HP 吸収が 50% 減少、なかなか減少しますね。で、自身の残り HP が 50% より低い場合は HP 吸収が 50% 増加と。 HP 吸収 50% ってなかなかいかないと思うんで、これ、普通に 0% になりそうですね。で、自身が致命傷を受けたとき、致命ダメージを無視、復讐のターン数を2、プラ、ん?復讐のターン数プラスに、あ、新しいな、そっち?あれ、復讐っていうのは、どんな感じだったっけ?ターン数が増えるのは、致命傷を与えるたびにターン数が増えるんですね。で、ほうほうほう、ターン数プラス2で復活するんだ。致命ダメージ無視あるんだ。異常状態すべて解除して2ターンの間無中になると。この効果は2回まで発動可能という風になって、いるんで、まあ、なんだろうな、まあ、無中になれるんで、無中だとちょっとターン回数減らされてる感じしますよね。まあ、2回復活、2回致命ダメージ無視の復活ができて、無中になると。で、復讐に関しては10ターンまで伸ばすことができるんですよね、確か。10ターンまでターン数としては伸ばすことができるんで、10ターンだと、あ、10ターンだと、これ 100% ダメージカットまでいくの?どういう条件でダメージカットがあるんだったっけ?ちょっとここに書いといてほしいんですけどね。HP パーセンテージが低いほどか、自身の。なんで、まあ、HP パーセンテージが満タンの時は 5% の倍率で、まあ、0% ってことはないですけど、0% だと 10% の確率になると。まあ、なんで、まあ、半分ぐらいだと、75% ダメージカットの 75% 会心率と会心ダメージアップぐらいが、まあ、最大値になってくるのかなというふうに思いますね。なかなかいいんじゃないかなと思います。で、他のパッシブを先に見ていくと、HP58% だけか、筋力値の2倍分、敏捷ダメージをカット。なんで、まあ、桃打ち対策はされてますね。敏捷値カットなんで、まあ、でも桃打ち対策というか、弓章に強いキャラクターかなと思いました。で、筋力値レベル ×360、状態状態性無視が 65% 増加。ここに状態状態性無視があるのか、まあ、ちょっとどんな感じのキャラクターに、なるかですね。まあ、基本的にここに状態状態性無視あるのはあんまり良くないので、スキルにやってほしいんですけど、まあ、スキル1もスキル2も、まあ、罪悪系だったらですね、まあ、有用になってくる可能性はあります。で、筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカットで、攻撃力 58%、防御貫通レベル、防御貫通レベルかける1000はやばい。防御貫通1000増加という風になっています。まあ、今のところパッシブさんの致命ダメージ無視の回数が少ないかなとは思うんですけど、そんなにマイナスのイメージはないですね。めっちゃ強いかって言われると、まあ、2回の致命ダメージ無視なんで、まあ、正直そんなに強くないかなと思います。それではですね、アクティブスキル見ていきます。スキル1もスキル2も筋力ダメだけ書いてありますね。で、まず、スキル面白いな、あ、面白いな。自身が服、あれ、ちょっと待って、あれ、玉壁は、あ、玉壁はこのキャラクターじゃないんだ。あれ、ちょっと待ってくださいね。あれ、
玉壁ってありましたね、確か。あ、この玉壁は違うんだ。玉壁と、あれ、七星聖護もないないな。ちょっと最近なんか予想外の動きされますね。まあまあ、見ていきましょうか。スキル1が、自分が復讐状態の場合、残り HP を 20% 減少させる。まあ、復讐自体が HP パーセンテージ低い方が効果大きくなるので、まあ、いいっちゃいいんじゃないかなと思います。残り HP を 20% ですよね、さすがに。最大 HP の 20% ではないですよね。これをスキル打ったらやられるなんてことはないと思うので、さすがに。まあ、残り HP を 20% 減少させると。で、7回攻撃ですね。優先的に流血罪悪ではない敵を選ぶ。なので、流血を付与していくキャラクターっぽいですね。で、800% の物理ダメージと、自身の筋力値の8倍のダメージと、あれ攻撃力の 60% あるやん。攻撃力ダメージ書いてへんやん。なんで？まあ、最大ではないですけど、攻撃力の 60% ダメージも入ると。で、毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になる。まあ、これは HP 高い相手を狙っていくわけではないので、まあ、ちょっと残念なところはあるかなと思います。自身の筋力値が敵より高い場合、100% の確率で敵の有益状態、あるいは生後状態を1つ解除。まあ、ちょっと筋力値勝負。まあ、筋力値高めかなと、レベルかける360あるんで、まあ、武将以外には少なくとも勝っていけるかなと思うんですけど、まあ、それで、まあ、あまり有益状態付与してる方も少なくなってきたとは思うんですけど、まあ、あるいはか、どちらも一つ解除でよかったのにな。まあ、ただ、どうだろうな。このキャラクターも、なんやかんや、範囲攻撃みたいな動きをするようなキャラクターになるんで、あんまり解除できない可能性が高いですね。で 100% の確率に2ターンの間敵を流血罪悪にする。まあ、流血をばらまけるっていうところは非常に強力かなと思います。最近の弓将は流血にかなり弱いキャラクターが多い印象があるので、まあ、そういった意味ではいいんじゃないかなと思いますね。で、全ての攻撃を4ターンの間味方6名を下投げにすると。いや、強いと思いますよ。ちょっと書いてないですけど、攻撃力ダメージも入って、いるんで、で、しかも HP20% 下げた状態で攻撃していくことができるんで、まあ、クリティカル出やすいんですよね、だって。まあ、クリティカルも出やすいですし、まあ、致命ダメージ無視のダメージを与えると復讐のターン数っていうのを伸ばしていくことができるんで、なかなか強力な一撃かなというふうには思いました。まあ、ただ流血状態の敵ではない敵を優先的に狙っていくんで、同じ敵を攻撃するかって言われると、まあ、1回は少なくともするんですけど、7回攻撃なんで。まあ、ただですね、まあ、ダメージというよりは流血罪悪をばらまくようなキャラクターになるんじゃないかなと思います。次にスキル2なんですけど、自身が復讐状態の場合、残り HP を 20% 減少させ、ここは一緒ですね。で、復讐のターン数をプラス2すると。なんで、まあ、スキルの中で復讐のターン数を増やすような、ものがついているっていうところは非常に強力かなというふうに思いました。で、そしてですね、残り HP パーセンテージの最も低い敵を4名を3回攻撃する。なんで、まあ、12回攻撃するのかな。で、毎回 600% から 2400% の物理ダメージを与え、さらに自身筋力値の8倍から32倍のダメージが入ると。で、実際に攻撃した人数が少ないほどダメージが高くなる。あ、なんかこの前も言いましたね、こんなキャラクター。ニニアンかな。まあ、いますね。まあ、攻撃したに、これはですね、まあ、3回攻撃するんですけど、まあ、その1回目、2回目、3回目と、まあ、攻撃した人数に応じて、ダメージのパーセンテージが変わってくるっていう風なものになります。例えば、まあ、3回目で敵が残り1名になっていたら、その最後の範囲攻撃は 2400% と筋力値の32倍みたいな感じになるんで、まあ、結局ですね、まあ、敵の人数に応じて総ダメージはそこまで大きくは変わらないという風なものになりますね。まあ、1名に大きなダメージを与えるか、4名にまんべんなくダメージを与えていくかっていう風な感じです。で、毎回攻撃前、敵が流血状態の場合ダメージが倍になる。まあ、これは一応スキル1で流血罪悪をばらまけているんで、発生はしやすいとは思うんですけど、流血罪悪自体はですね、致命ダメージ無視による復活で全てのキャラクターが復活できて、解除できてしまうようなものになっておりますので、流血罪悪ですね、解除できないような状態っていうのは今ないので、
割と発動しないんじゃないかなというふうには思います。まあ、他の援護聖護のキャラクターとかと組み合わせてあげて、流血弾薬を敵に絶やさないような状態にしていれば問題ないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱりですね、倒してしまうと致命ダメージ無視による復活とかで回復されてしまうので、あんまり期待はできないと思います。で、全ての攻撃を4ターン内で味方6名を攻撃聖護状態にさせると、ぶっ壊れではないですね、少なくとも。間違いなくぶっ壊れではないんですけど、そうだな、取らないかな。まあ、私は取らないですね、これだったら。弱くはないと思います。弱くはないんですけど、パッとしないなというふうには思いました。強くもないですね、間違いなく。まあ、新しい白バフですね、いろんなものがつくのかと思っていたんですけど、七星聖護と玉壁、あの2つもつくと思っていたんで楽しみにしていたんですけど、まあ、これだけだったら正直、まあ、夢中で買え、まあ、耐久性もそれなりにはあるんですけど、まあ、最大の耐久性はでも HP 1% 低い時の話だもんな、それ。いやー、いや強くないかな。まあ、ぶっ壊れてはないんで、まあ、見た迷惑かなというふうには思いました。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録よろしくお願いいたします。